まだだって朝10時半なのにこの暗さ、なんか暗いよね、うん、昼間っぽくない全然。やばいです。この雨の中秋田に向かっております。初上陸です。こんなまだね、路上開始時刻まで少しあるんですけど、はい、天気がどうなるんですかね。このままだとちょっと歌えないな。もはや台風です。風も強いです。どうしましょう。どうしましょうね。どうしましょう。どうします。どうしましょうね。どこで歌えるんですかね。歌えそうなところがあまりないねえ。あんまりそのなんか通路みたいなところは完全に無理って秋田の女に聞いたので、探しましょう、はい、今からちょっと歌えそうなところを探したいと思います。散策します。イエーイ。秋田の女佐々木千佳に紹介してもらった秋田比内地鶏のお店に今から行きたいと思います。親子丼楽しみだい。イエーイ。結構すごそう。楽しみです。楽しみだ。幸せ。幸せ。はーい。カウンターがいいの。まあ確かに。さあ頼んだ究極親子丼小サイズ来ましたよ。開けますよ。皆さん準備はいいですか。じゃーん。美味しそうやないかい。やばい、めっちゃ美味しそう。味噌汁も片手で開けるのが。開きました。もっと。わーい、しーちゃんは自撮りしてます。わーい、いただきます。やばい、美味しそう。こんばんは。お帰りなさい、ふるさと秋田へということで秋田に来ました。8月の17日水曜日です。今日は秋田駅すごく難しいと聞いてきました。あ、なんか像があるよ。秋田駅すごく難しいと聞いていまして、最初ですね、商店街のアーケードの方で、準備をしていましたら、準備しているだけで怒られてしまったので移動してまいりました。東口、駅の構内で今日はやってみたいと思います。アンプを使わず生音でどれだけ歌えるか分かりませんが、今もうしーちゃんが歌ってますね。あ、割と音聞こえないから大丈夫なんじゃないかな。大丈夫かもしれない。しーちゃんがもう歌ってます。思ってたより人通りもあるのでどうなるでしょうか。楽しみです。頑張ります。いいよいいよ。君は
が、もう人がこんな感じです。7時です。まだこんな感じです。誰か鬼や。鬼じゃないやん。秋田路上ライブ終わりました。ありがとうございます。生ハゲマジで怖かった、はい。場所を移動しまして駅の構内で歌わせていただきました。2ステージ歌うことができました。ありがとうございます。毎回あの静かの負けるもんかのね、うん、そこで止められるよね。あの曲封印したら、ね、一番勝って声も出してくれて、あのちょっとすいませんってなる感じですけど、はい、そうですね、はい、うん、うん、まあそんなもんですよね、はい、そんな日が怒ると続くもんですよね。秋田ストリート、まあ、2時間ぐらい歌えたのでチラシをたくさんね手にしていただいたのと、りました、ね、あとこれこれこれあれですね、学生さんたちがすごい投げ銭をたくさん、うん、チャリンチャリンって、そう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 ですね。ね、すごくあったかい街でした。トリプル A のね、うん、ライブだったみたいですね。あ、トリプル A だったんだ。なるほどね。そう、たくさんね、あのカラフルな格好をした若い人たちがねいたので、なんだろうなって思ってたんですけど、そんなトリプル A と同じ日に秋田でライブをしました。私泉まみと風見静香です。やばい顔、やばい。明日は新潟に移動して私の地元で歌います。はい、日本酒いや飲めないけどな。飲めないけどな。やっていきますよ。さあ頑張っていきましょう。やっと16件目ですね。16件目で終了、終わりました。明日17、明日やったらじゃあ残り30だね。はい、あ、本当やね、はい、頑張りたいと思います。今日もありがとうございました。どこまで